まずダム建設予定地が12カ所も集中しているアタプー県へ向かいました。ラオスは本州ほどの国土にわずか416万人の人々が暮らす山の国です。国民の9割は農民で、地方には電気も水道もなく川や森の恵みで暮らしてきました。アタプーへの国道沿いではこのようにあちこちで伐採作業が始まっていました。ダム建設の機材や資材を運び込むため、まず国道を拡張整備するわけです。この仕事好きですか？好きです。どうして好きですか？たまに商売年齢年齢いい収入になるから。なるほどね。แต่ว่าทำนี่มันรายได้ดีกว่าวะรายได้ดีกว่ารายได้ดีกว่าเวลาผมกินยาวกินบ่อยาวนานกินบ่อยาวนานอีกสัก2ปีประเทศชาติบ้านเมืองเฮามีความเจริญรุ่งเรืองแล้วเพราะว่าการตัดไม้ทางใหม่ทางลาป่าแบบนี้ヒルキがなくなれば彼は農業に戻ると言っていましたが、その時彼の田畑が森をなくした東北タイの農地のように干ばつが続き痩せてしまっていなければよいのですが。アタプーに着きました。アタプーという地名は水牛が多いという意味です。ここはアタプー県の県庁所在地なのですが、人々の暮らしはどんなものなのか、ちょっと市場を覗いてみました。まだまだ森や田畑で採れた一次産品が中心で、工業製品は清涼飲料水やランプなど、まだテレビなどの家電製品は見かけませんでした。セカマン第一ダム予定地への道です。この道はベトナム戦争当時ホーチミンルートと呼ばれた戦略道路でした。解放戦線側へ運んでいた途中、ベトナム戦争が終結し、ジャングルに置き去りにされたソ連製の対空ミサイルです。かつて武器弾薬を運んだ道を今ダムの建設機材が通ろうとしています。ここがセカマン第一ダム建設予定地です。完成すれば200平方キロの森林と3つの村が水没することになります。予定通りラオス南部で17のダムが完成すれば、メコン水系の水位は季節に関係なく調整されることになり、生態系や人々の暮らしに大きな変化をもたらすことになるでしょう。